北東石、北東石、北東石は、北投げ温泉で発見された鉱物で、学術的には、独立種とは言えず、含む鉛重小石と呼ばれ重小石の亜種として、扱われる。世界でも台湾台北市北投げ区の北投げ温泉と、日本は北県の玉川温泉からしか産出しない。玉川温泉は古くは、渋袋温泉と呼ばれていたが、 1935年頃、現在の名前に解消された。1905年、明治38年に、地質学者、岡本陽八郎が、大北州七世群北投げ街の滝の湯で入浴した、帰りに、付近の川で発見した。その後、この鉱物が、ラジウム等を含み放射性を持つ北、投げ温泉独特の鉱物、後に玉温泉で産出するものも同じものであると、 認定されたであるとされた。1913年、大正2年に、東京帝外の鉱物学者、神保証子によって命名され、1933年、昭和8年に、台湾総督府によって、天然記念物に定めされた。玉川温泉産出のものは、神保証子によって北陶石と同じものであると、認定される以前は、渋黒石と呼ばれていた。菅沼一蔵は、 玉川温泉産の北投石を区別するため、秋田北投石、秋田ホークタリットと表記している。台湾、中華民国でも2000年に自然文化景観に指定されている。北投石の組成は SO で、およそ BA、PB イコール4,1の割合で含まれる。放射性のラジウムを大量に含む、温泉沈殿物重症石、硫酸バリウムである。 1908年3月、東京帝国大学理学部、当時は東京帝国大学理科大学と呼ばれたの柿はため、マサは神保翔子教授から北陶石の成分分析を依頼された。この分析を当時科学科の一年生だった、飯森里康、柿、内三郎、青木義彦の三名の学生に命じた。この際、柿はこの鉱物にウランを含んでいないか綿密に。 調査するように指示を与えた。メッシモリによると、ラジウムを含む鉱物に通常含まれる親各種のウランが検出されなかった。方法を変えて、再三再始試みたが、それでもウランは検出されなかった。これについてハガは、この鉱物は水性鉱物であるから、ラジウムだけが偶然ウランから離れて沈積したものであろうと、見解を述べた。 斉藤信夫さんはこれは今日から見ても達見であろうと述べている。この分析値は日本鉱物史第2版に掲載された。メッシモリはこの分析によって放射化学に興味を持ち、以後放射化学への道に進むことになった。北投石中のラジウム含有量は1929年に吉村誠が測定した。結果は北投げ温泉産のものは1.730%。 玉川温泉産のものは1 2 2 0であった。メッシモリによると、この鉱物が放射平行にあるウラン鉱物であると仮定するときた投げ温泉産のものはウランをウオとして約0.61%含むはずであり、平行に達していなければさらに多くのウランを含むはずので、価格分析で十分に検出可能である。しかるに、の予想に反して、 ウランが検出されなかったので、柿輪は身長を期して3人の学生に分析を命じて、その平均値を採用し、日本鉱物誌に掲載した。下表は、日本鉱物誌第2版に掲載されたイーモリラによる北投石、北投げ温泉産の分析結果。この分析結果は、後の研究者たちに高く評価されている。玉川温泉の北石は、1922年、 大正11年に天然記念物に指定され、1952年、昭和27年には特別天然記念物に指定されている。現在は採取が禁止されているが、健康に良いさらには末期がんをも治す効果があるなどとしばしばマスメディア等で取り上げられることから洞窟跡後を絶たず、2004年には摘発された事例もある。 北投げ温泉産と玉川温泉産の北投石は、鉛を含む重晶石の変種ということで、同じ鉱物とみなされているが、詳細に調べると、いくつかの相違点がある。白色層と褐色層を分離して個別に分析すると、白色層には、バソと塩が多く、褐色層は、プボーとフェイオが多かった。PB と FE は、 ペンタチオン3次用の形で存在していることが、いくつかの実験から推定される。この多層構造は、季節による気温の変化や、断層の影響によると推定される。微量成分として、以下の元素が、定性分析で検出された。一部の元素は、定量分析。TH は、化学分析と、トリウムエマナチオンの放射性沈着物の減衰曲線から確認された。 RA は非常に微量なので、固体鉱石の放射能と鉱石の溶液から得られた、ラウムエマナチオンの半減期から確認された。RA の親各種である U は、フェロシアンカカリウムとの定食反応で、痕跡量が検出された。RA の改変物質の一つである PO は、得意な化学反応と、ビスマス板状に沈着させた PO 白膜の減衰曲線から容易に確認された。がって、 玉川温泉産の北投石の放射能は、ラジウム系列とトリウム系列に属する元素に基づくことが確認された。北投げ温泉産の北投石には、トリウムは含まれていない。菅沼一造は、玉川温泉産の北投石には、白色層と褐色層が、規則的に重なった構造が見られる、と報告している。このような構造を島状構造、バンディドストラクチャーと呼ぶ。 菅沼は鉛分は白色層に比べて褐色層の方に多いと報告しているが、その後の調査で白色層の方に鉛分が多いタイプも存在することが判明した。前者を色正常、後者を色異常と名付けた。どちらのタイプでも放射能の強さは白色層の方が強い。色正常では鉛分が多いほどか色度が強く色異常では 鉛分が多いほど白色度が強いことが分かった。鉄眼有料と色の強さには明瞭な関係は見出されなかった。放射能の強さに関しては、色正常の場合は、鉛眼有料と負の相関がある鉛分が多いと放射能が弱くなる。色異常の場合は、この関係が逆になる鉛分が多いと放射能は強くなる。鉄眼有料と放射能の関係は、 色の場合と同様に明確な相関関係が認められなかった。北投石の成因について最初に言及したのは菅沼一蔵であった。菅沼は以下のような経過をたどって北陶石が生成すると推定した。玉川温泉の特徴である高温、共産性の源泉水が川を流下して卵巣の生育に最適な40度くらいに低下した地点に達すると 川底の岩石、安山岩の表面に卵巣が付着する。卵巣中に含まれるゼラチン様物質と水中のアルミニウムイオンが、計算ゾルを凝固させて、計算ゲルに変化させ、岩石の表面に吸着した計算ゲルが媒介して、温泉水中の硫酸バリウムや、硫酸鉛などの種子の鉱物成分を、岩石表面に吸着させる。季節によって変化する水温のために卵巣が、 死滅したり生育して、その影響によって島上構造ができる、冬季には雪のため川に流れ込む水量が減少して水温は高くなり、春には融雪で流入する水量が増加して水温が下がり、卵巣は死滅する。これに対して、南栄一は玉川温泉における北陶石の山上を詳細に調べたところ、 卵巣の生育していないところにも北透石が生成しているので、卵巣は必ずしも必要ではないとしているが、岩石表面に鉱物成分が吸着するには、コロイド計算、計算アルミニウムが岩石表面に生成することが必要であると推定した。また、水温が高く pH が低い時には、白色層が水温が低く pH が高い時は、 褐食層が生成すると推定した。従来、玉川温泉産と北投げ温泉産の北投石は、鉛がに有料に違いがあり、別グループに属すると考えられていた。玉川温泉産は、久保として1.7から14%、北投げ温泉産は19から30%。しかし、1989年に北投げ温泉で行われた下水工事の際に、 従来のものと外観が異なる北陶石が見つかり、鉛含有量がプボーとして5から6%であった。このことから、北投げ温泉でも、沈殿条件によっては、低鉛含有の北陶石が生成することが分かった。1920年、メッシモリがオックスフォード大学に留学した際、指導者教官のフレデリック・ソディ教授はすでに、北陶石を知っていて、北陶石は、 珍しい鉱物だ。放射性元素の吸着を実証するのに良い例だ。誰が分析したのかと聞かれて、それは自分であると答えて、光栄に感じた、と述べている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。